家庭で余っている食品などを寄付するフードドライブが県庁で始まりました。フードドライブは家庭で余った食品を食の支援を行う団体などに寄付する活動で、県では2021年度から取り組んでいます。寄付できるのは賞味期限まで1ヶ月以上あるインスタント食品や缶詰、それにティッシュなどの日用品など。今朝は登庁した職員らが家庭に眠っていた食品などを次々と寄付していきました。今回集まったものの一部は先月の大雨による戸沢村の被災者にも届けられるということです。今回7月の大雨で被災されたご家庭の方にもお配りされるということでお聞きしましたので、ご家庭でのもったいないを各支援先のありがとうという気持ちにつなげていきたいと思っておりますので、ぜひ多くの方からご協力いただければと思っております。この活動は明日午後1時までで、一般の人からの持ち込みも受け付けています。集まった食品はフードバンクの活動団体を通して支援を必要とする世帯や子ども食堂などに寄付されるということです。